ビナンゴナンは、フィリピン共和国のルソン島のカラバルソン地方のリサール州の都市である。2010年時点、の人口は約27.4万人で、約5.5万世帯が暮らす。面積は6,634ヘクタールである。バエコの長い湖岸で漁業が発達している。タリム島の西部にも漁港がある。リサールセメントグランドスパンが立地する。 巨業と農業が主要産業である。マニラ首都圏の都市拡大は、ビナンゴナンを越え、東のカルドナまで達している。ビナンゴナンは、湖沿いの最初の町を意味する。ビナンゴナンは、バエコの新鮮な水をマニラ首都圏に供給している。1621年、ビナンゴナンは、フランシスコ修道会によって、独立教区になった。1737年、 町が設立された。1763年、スペイン軍に征服された。1900年、アメリカ支配下で町になった。1942年、フィリピン人に案内された日本軍2名が、リサールセメント工場を銃撃した。抵抗したゲリラは殺害された。フィリピン人は、この2名に報復し殺害した。一体は工場に埋めたが、後に掘り返して、釜で焼いた。 日本軍の乗り物は虐殺を隠すために湖に沈めた。これを受けて日本軍は町の男性全員を検査し、ゲリラ容疑者を憲兵隊が処罰した。マニラ島から多くの避難民が押し寄せ、山やタリム島に隠れた。ファウスティのアンティポルダが自警団を組織し、男性は自発的に夜間警備を行った。アウグスティン将軍はゲリラ部隊を募集した。 1945年1月、日本軍はマカピリスから司令部をビナンゴナンに移した。しかし夜に現れる白い女の幽霊に怯え、一週間で立ち去った。市長はゲリラ組織の正体を日本軍に明かすことを拒み、殺害された。2月25日、フィリピン軍とゲリラが日本軍を町から排除した。この日は、 町の守護霊であるセイウルスラ祭が行われる。1946年、フィリピン独立とともに町の自治権が拡大した。町役場ビナンゴナンは熱帯モンスーン気候で短い寒気と長い雪がある。一年を通して暑く、モンスーンの上陸直前に特に暑くなる。寒気の初期の夜が最も涼しい。ありがとうございます。